それでは試合を終えた日本男子の皆さんです。お疲れ様でした。すべての試合が大接戦、本当にあと少しのところでした。振り返っていかがですかそうですね、今4番1対2で回ってきて、まあ、自分が勝って最後、張本に繋げば絶対勝ってくれると思ったんですけど、繋、まあ、げなくて本当に申し訳ないです。敗因はどういうところにあるでしょうかうんやっぱり気持ちが、 相手の方がこう向かってきて自分が最初から受け身になってしまってもうちょっと最初から強気で攻めていけばもっと相手にプレッシャーかけられたと思うし、うん、自分がもっと強くなっていく必要があると思いますではまず第一試合、張本選手試合振り返っていかかがですか、うんまあ、自分が一番で流れを作るべきだったんですけどでで負けててししまって申し訳ないですどういうところが良くなかったと感じますかやっぱり勝負どころの 待ってるところとか、まあ一ゲームやっぱりテンシックスで勝ったので、そこで決めきれなかったのたその二つだと思います。ただ気迫あふれるプレーも光っていました。本当に一万で勝ちちゃったので悔しいです。えそして松平選手第三試合も大接戦でしたね。えー、まあ、うん、勝てる試合だと思うんですけど、あの大事な三番であの落としてしまって。 申し訳ないです今後に繋がる部分どういうところが見つかったでしょうか、うん、競った場面で,です単調になってしまったのでそこでやっぱり思い切り行かないといけない場面がいくつかあったのでそこを直していきたいなと思います水谷選手これで日本男子惜しくもメダルを逃してしまいましたがどう受け止めますかま2008年からずっとメダル獲得してきて今回 優勝を狙っててこうやってメダルすら獲得できなかったのは本当に日本の皆さんに申し訳ないですし次回は絶対にメダル獲得して今回のリベンジしたいです今後、この悔しさどういったところで話していいきたいですか2年後には東京でオリンピックがありますしこれからもっともっと僕たち努力していいプレーを皆さんに見せたいですそして張本選手は今大会が初めての世界卓球団体戦でした振り返っていかがですかまずっと 日本はメダルをっていて自分が来てメダルを取れないというのは本当に嫌だったのでそれが現実になってしまうと本当に悔しいですしまた自分の実力が足りないなと今大会通じて収穫となった部分どんなところでしょうかやっぱり自分はまあ全勝するべき場所だったのでやっぱりいいところよりは悪いところの方が多いですね。 具体的にどんな課題が見つかりましたかやっぱりバックもまだまだ点を取れないところもあるので完璧なバックハンドとそれ以外,それ以外の技術もまだまだだです、ね、この経験をどううかかしていきますかまあそうですそでね、まあ、2年後の団体そして東京オリンピックで絶対金メダルを取るためにあと残り2年間大事に過ごしていいきたいですでは最後に水谷選手お願いします。 まあ今回、こうやってもう負けてしまって、うん、終わってしまったことはしょうがないんでやっぱり気持ち切り替えて2年後の世界卓球そして東京のオリンピックでは最高の成績を残せるように頑張りりたいいです。す。ありがとうございます試合を終えた日本男子の皆さんでした。